JR 蒲田駅西口のすぐ前に商店街はあります。蒲田西口商店街、サンライズとサンロード、2本のアーケードを中心に149店舗が加盟しています。キャッチフレーズは欲しいものきっと見つかる。衣料品や日用品を中心に駅前商店街の地の利を生かして広い商圏の客層をつかんでいます。キャッシュレス導入モデル事業は2020年9月に始まりました。銀行系とか信販系のカードはかなり入ってるんですけど、電子系とか QR 系のあれは割合に少ない。そういうのを少しでも増やそうと。お客さん買い物に来て、あ、キャッシュレスやってんのって言われて、で結構ね、お客さんの話があったんで、これやったのいいかなと思ってやったわけです。お客さんに対する多様な、支払いの仕方に対応するために、こちらの方では導入したっていうことですね。キャッシュレス決済の端末の多くは非接触型です。コロナ禍の中、感染症対策としてもぜひ導入したいとの声もありました。商店街を訪れた人に実施したアンケートでも、キャッシュレス決済を利用したい人が9割近くになることが分かりました。振興組合では、東京都の商店街キャッシュレス導入モデル事業を活用し、決済端末機を購入、店舗に無償で貸し出しました。キャッシュレスがよくわからないという店舗に対しては、専門家による勉強会を行い、導入を後押ししました。相談を受け付けるヘルプデスクも設置、手厚く店舗をサポートしました。またキャッシュレス決済の利用者を増やすためキャンペーンを実施。キャッシュレス決済を新しく始めた人や、キャッシュレスでお買い物した人に記念品や景品を進呈。店舗と来街者両方にアプローチしながらキャッシュレス化を進めました。こうした取り組みの結果、現在加盟店の約7割でキャッシュレス決済が導入されています。小口での使用が増えたっていうことですね、はい、靴下一足とかそういう小さい100円単位ぐらいからのものもキャッシュレスで買われるお客さんが増えてきたっていうことですね。最初はちょっと不安だったんですよ。だけど一回やっちゃえば簡単なもんです。結構スムーズにことは運ぶし、やってよかったと思います。商店街が9月と11月に実施したアンケートでは、全ての決済方法で利用率が増加、中には2倍近く増加したものもあり、キャンペーンの効果を感じる結果となりました。ふるさと、新しさが同居する蒲田西口商店街。今後もキャッシュレス化を加速することで、より幅広い客層を取り込もうとしています。